はい、やっていきましょう。もう疲れた。疲れたね。メンタルが。でも前回あんまビビんなかったから大丈夫でしょ。あ、おはぴよ、どうも、ひなぴよと。ドリーでーす。はい、続きやりまーす。はい。あ、そう、え、ヤリーさんに変わるところからだっけ。うんうん。Okay。ヤリーさん変わって。何したっけ？何したか全然覚えてない。ああ、いける。うおーい。何？あ、傘があるよ。あ、うん。傘。もう無理やりか。怖い。無理やりした。ああ、やばい。無理やりってあるなんか。あ、でもほら、シャブがあるから。うん、シャブがあるね。うん、ありがてー。あ、で傘取ったからどうするんだろう。じゃあセーブしようか。うん。ああ、西武コーチか、うん、傘のイラスト、なんか傘の女の人みたいなのなかったけど、ここにあれ、でもあれ、イブちゃんたちの方じゃない？あ、イブの方かな、うん、何これ釣り針、釣り針、うん、何もないけど何さっきの派手な、うん、心配、ああ、あったね、美術館に、ね、ジャグリング、あーあ、あれか説明文にあったやつ、動いてるな、うん、動いてるね、動く絵ってすごいな、うん、アートだな、うん、こっちは鍵がかかってる。鍵がかかってる。あ、そか、人形あったな。やだ、消えてあんた。うん、おー、入れる。何ここ。大丈夫。七つの色彩、絵の具玉を集めよ。さすれば部屋は色づき、そなたの架け橋となるだろう。ほう。絵の具玉？そんなものどこにあるのかしら。ほう。うん、探せばいいのか。目的ができたな。うんうんうん、よかった。なんかいちいちのドアの音ビビるんだけど、うん、あこれか、普通にあるね、うん、柔らかいけど握ったら割れそう、うん、もしかしてこれが絵の具玉、うん、絵の具玉かっこ黄色を手に入れた、うんうんうん、あら消えちゃったわ、どういうこと、あ、見つけたらなんか勝手に移動するのかな、かな、あ、じゃあちょっとさっきの部屋から、あー、はい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 、あ、じゃああと6個で、でここって入れないんだっけ、入れないか、うん、ジャグリングの玉がそうだ、あ、危ない、あ、分かった、分かった、これもじゃない、あ、そこ全部行くの、充満してんだ、ここ帰ろう、充満してんだね、充満してるね、うん、これ多分もうダメージ強制的に受けさせられるところ、うん、毒ガスもくもくな場所なんだな、うん、入るんかい、だってさ、スイッチあるじゃん、なんか、あ、ほんとだ、なんか仕掛けがあってここの毒ガス排除できたりできないのかな、かな、うう、あ、入ってないんかい、無理、あぶね、あぶね、にあぶねー、いや、花瓶に入ってるんだったら、あの、経由していけるかなと思ったんだけどさ、無理だったわ、やっぱりなんか仕掛けが、てか、ここの部屋、調べてなくね、うんうん、何やかかってる、毒が異常に冷たい、どういうことだ、氷タイプ、氷タイプ、何すればいいんだろう、うん、うーん、ジャグリングどうだろう、ジャグリング、え、玉が絵の具玉とかそんなんじゃないんだ、あー、なるほど、動いたよね、うん、瞬きしやがった、うん、ドライアイじゃないの、うん、え、知る、あ、あー、なんかリブの方にあったよね、覚えてない、覚えてない、あ、覚えてない、違う、あ、うそ、ごめんって、そんなに、うん、怒らなくていいじゃん、9くらいだったらもういいわ、うん、どこだっけ、どこだっけ、んなんか本があった、違う、ああ、あれだ、緑の夜を入れた場所だ、うん、ああ、そっか、ここだね、うんと、ジャグリング、6223、6223年、すげえ未来の話してる、そうだね、6223年、未来の話なのかこれかな、うん、ああ、うん、はい、6223、はい、OK、正解だ、ありがとう、ああ、ありがとう、あ、くれるのね、ありがとう、青、でも1個だけかい、うん、ああ、あんた動いたよな、どうなんだろう、関係ないのかな、うわー、おーい、
してる。なんだよあんた。もうちょっと待って、まずちょっとしゃぶに使って。しゃぶに使って。ねえ何してるの？私も一緒に遊びたい。うん。そうか。うん。そうか。そうか。あと4個。うんうんうん。どうすればいいんだろう。うん。うん。うん。イブさんの。あ、そうだ、木の鍵取ってなかったわ。うんうんうん。忘れてた。そういえば傘。傘なくしとく。傘なくしとく。うん。まあとりあえずセーブして。木の鍵はどこだ。どこかで使えるのかな。ここでももう開いてるからな。あ、わかった、ここ鍵穴みたいな。あー、ここか。うんうん、指を入れるのは怖い。いやー、怖い怖い怖い。うん、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 お、どこかが開いたのか。なんだ、うん、うん、ギャリーさんが怒っている。そうだね、何も怒ってないね。怖いよ。うん、はぁ、変わってるかな、何か。木の鍵が開いた。ああ、なってる。うん、お、あ、ある、赤い玉。どうやって、ん、ん、なんか、ちょっと待って、うん、うん、ちょっと左から調べていくか。うんうんうん、未知に勝る恐怖はなし。せやな、うん、色彩の極意。ああ、ここいが、ここ、ここい。ん？おう、うん、おう、なんと、何こいつ、悟り。恐怖、一人でいると恐ろしい、二人でいると安心できる、三人でいると。ああ、破れてる。イブたち大丈夫かしら。まあ二人でいるからまだ良かったわ。うん、うん、優しいな。優しいな。動かせそうだけど動かせないわ。どっちだよ。この世の定理、存在を交換することにより空想が現実になり得る。ほう、意味わかんないわ。うん、うん、動かせそうだけど動かせない。奥の絵の具玉を取りたいんですけど、うん、なんか仕掛けがない。なさそう、なさそう。あ、うん、うん、困ったな。だね。せっかく傘も持ってるのに、うん、あ、そういえばギャリーさんのなんか紹介文みたいな。ああ、おー、かっこいい。腕時計。美術館に来たあたりからと針が止まってる。ほー、うんうん、ライター長年使用してる、オイルが残り少ない、うん、青いバラの花、そうだね、うん、青色の枯れると命にかかる。赤い傘、そうだ、傘持ってんだよな。ライター持ってるってことはタバコ吸うのかな。かな。まあ吸っててもかっこいいけどね。うん、何もなかったし、ね。あれすね。おお、帰れなくなってる。嘘。マジか。へえ。じゃあやっぱその中に何かあるのか。そうだね。戻らないとわからなかった事実。怖すぎる。あの迷路あったじゃん、なんかマネキンに追っかけられる。うん、あの、そこを通らなくてもクリアできるが、通るとギャリーと少し仲良くなれるって書いてある。あ、見たかった。マジか。見たかった。見たかったな。これ落とすか。あ、もしかして、いや、違うか。これさ、うん、1個だけさっき、あのやった時割れなかったじゃん。でガス出てきたじゃん。ちょっとここからガス抜きするんじゃね。おお、違うかな、違うかな。ちょっと行ってみるか。なんか変わるといいんだけど。あん。どこし、変わりませんね。意味なかったか。意味なかったわ。M 時点で3つのマネキンの首があるが、そのうち1つ落とすと、うん、首落としたの多分正解。ああ、正解なんだ。あ、なんか
一つと落とすと、うん、紫の間と茶の間の両方の右上の絵に変化が現れるので、マネキンの首を落とすって書いてある。何、紫の間、紫の間、紫の間と、紫の間って、おお、おお、ほんとだ、釣り人現れてる。やった、攻略サイト見ちゃった、ごめんなさい。釣り人が来たね。で、まあ一回セーブして、うん、ちょっとギャリーさんの方、ギャリーさんの方にも変化があるってことかな、うんうんうん、さっきのじゃあ釣り針じゃない、あー、じゃあ傘、うん、傘かけてみる。よし、傘かけたらどうなるのかしら。おお、釣られた。絵の中に入っていっちゃったわ。ほんとわけわかんないことばっかり起きるわね。じゃあそうだね、イブちゃんの、やっといけた、攻略サイト、ありがとう。もう詰んだかと思ったわ。でも私考えてたの間違ってなかったの。おお、さすが。ねえイブ見て、なんか釣れてる。あ、うわすごい、ありがとう、ありがとう、優しいな。オッケー、であの絵にあげるのか、うん、やっと見つけたよ。イブ、傘って、はい、傘を絵の前にかけた。おお、美しい絵。え、部屋の中なのに雨が降ってきた。おお、何があるんだろう。とりあえずセーブするか、うん、で、なんか下に変化があるかしら。あ、この雨のおかげで、あ、なるほど、洗い流さ出てなかった、うん、あ、でもほら、ん、水が溜まってるからこう行って、あ、いける、いける、いける、やばい、死ぬじゃん。終わった。え、どうしたらよかった？ガン見していこうね、攻略サイト。もう一回、もう一回挑戦させて、うん、で、こう、なかなか難しい。え、何もないんか。ああ、びっくりした。ああ、ギリギリ、うまい。あら、ガスみたいなの止まったわ、うん、合ってたんだ。やったー、うまい、ラピオ、やったー。はあ、うん、はあ、うん、あ、もう意味ないけど、うん、よいしょ、セーブしたけど、で、傘みたいに止まった傘、うわ、ま、止まったけど、うぅ、なに、お、おお、やった、感動、やった、イエーイ。耳だ、こいつは聞き耳、ほう、悟り、お、ゲルテナ作品集、ゲ、ゲルテナが描いた絵がアルファベット順に載ってる。 D、 なんかちょっと目元がこの辺、うん、読めないんだけど、数字系、なんとかの精神、6400、あ、間違えた、6248、6248、うん、抽象画を中心に描いていくことが多くなっていった。だがこの頃世間ではキュビズムが流行しており、ゲルテナが描いたさまざまな抽象画をほとんど注目されることはなかった、うん、もう、で、T、 吊るされた男、うんうんうん、一時期ゲルテナは雑誌の早朝の仕事をしており、ページの埋め合わせにこの絵を描いたとされている、うんうん、毎回挿絵を載せていったところ、これが好評で、後にこの雑誌で使用した絵をタロットカードにして期間限定で販売したこともあった。あ、現在タロットカードを入手することはほぼ不可能。うで、 M、 メアリー、ゲルテナが手掛けた生涯最後の作品、まるでそこに存在するかのように佇む少女だが、もちろんのこと彼女も実在しない人物である。なるよね、そうや、なるよね、かわいい。そこかい、そこかい。ちゃうやろ。
かわいい。紹介文の反対側のページに見覚えのある少女の絵が載っている。なんで、え、嘘でしょこれ、メアリー。うん、もう動いてる。実在しない、どういうことなの。じゃあ、それじゃあ今イブといるのはまさか敵？敵なの？聞き耳動いとったよ、うん、聞いてたの？何の音？なんかもうやだ、知っちゃった知っちゃった、メアリーの秘密、知ってしまった知ってしまった、メアリーの秘密。あ、人形いなくなった。なかった、イエーイ、うん、知っちゃったね。知っちゃった。で、どうするんだ、どうするんだ、なんかあるのかな。うわー、いるじゃねえかい。なんだよ、さっきいいもの拾ったよ、私の宝物にするの。あ、なんか絵の具玉持ってんじゃない？マジ、うん、あら、なんかお腹が膨らんでる。どうしよう。いや、でも調べるしかないんじゃないかな。一応調べてみようかしら、うん、あ、ありがとう。あ、絵の具玉ですね。あ、やった。うん、で、会ってほしい。あと1個、うん、ってことで、ちょっと最後の部屋に行くのはゆめたに任せます。ここですか、うん、知らねえぞ、うん、えい行ってやろうじゃねえか。やばすぎる、やばすぎる。手に入れた。はい、行って頼んだぞ。ドリー行くぜ。これで7つ取ったわ。いや、行くぜ。嘘だろ嘘だろ。え、嘘なんで扉に文字が出てきた。また宝探ししようよ。誰が鍵を持ってるかな。なんですって。何？今度は何なの？え？おい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 、なんかやばそう。鍵はどこ？セーブさせてくださいな。さあ探そう、探すしかない。ほら、おい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 、ちょっと待って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 、石ころが入ってた。もうやだもうやだもうもうやだもうやだやだ、もう来ないで来ないで。あー、髪の毛。もうやだ、もう。あ、こりゃ死ぬ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 無理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 。うん、どうだったんだ。お、あ、行けなくなっちゃった。どうすんの。あ、鍵じゃねえ、ガスが出なくなってるから進める。どうなんだこれ。あ、イブ見て、階段があるよ。あそこから下の階に行けるかも。これ邪魔。行けない。ん？キャリー。あの、さっきの部屋の絵は？え？さっきの部屋。さっきの部屋？うん、どれ？ああ、え、うん、ごめん、動揺して。憧れ。あ、なるほど、お月様をベッドにね、寝るのはね。え、どうしたらいいのこれ。え、積んだギャリーギャリーさん、ギャリー、ごめんな、ギャリーあー、なんかある。これ色がついてる、色がついてる。あ、絵の具玉詰めたからかな。でも1個揃ってないよ。あ、そっか、なんでだ。鍵ここか、じゃあ、うん、怖っ。正しいのかな、このルートが。どうなんだろう。正しくはないんじゃない、やられたし。あ、
ピュアリーの部屋じゃない、部屋じゃない、うん、え、フロア、ちょっと、とりあえずセーブ、うん、ちょっとここはちょっと大事だから、うん、こっち6ね、6が大事、うん、で、え、な、クスクス、うん、ドキドキね、そうそう、誰かの声がする、ほんと、まれによ、今ちょうど切らしてて、そう、結構好きなの、でもなかなか時間がね、あら、あなたも私たち気が合うかもしれないわね。どういうことだ、ギャリーの声、扉の向こうからギャリーの声、なんか人形に乗っ取られてんじゃないかな、誰かと喋ってない、入るしかないな、ウサギになってる、イブちゃんにはウサギに見えるんじゃない、あ、そういうことか、大人にはあんな感じになるのかな、ギャリーでもあなたって本当面白いわよね、でも死んでなかったんだ、よかった、悩みとかいろいろ何でも話せちゃいそうだわ、うん、ウサギの置物、へえ、それは初耳だわ、もっと詳しく聞かせてよ、うんうん、誰にも言わないから秘密にしてるわ、絶対に、闇落ちしたぞギャリーが、え、信じらんない、本当なのそれ、だとしたら最低ね、女の子になんてことするの、ダメよ、そういう時はガツンと言ってやらなきゃ、困るわよね、わかるわ、どうしようもない時あるもの、逃げちゃダメってわかってるけどなかなかうまくいかないのよね、どうしてかしら、はあ、え、どうすればいいんだ、そうね、それもいいかもね、何も考えなくてもいいし、嫌なこと全部忘れられるしねそうそう、それと一緒よ、一人で喋り続けている、乗っ取られてる、これ本当にギャリーなの、なんか変になっちゃってるよ、もしかして偽物じゃない、本物だったとしたら間違えたけど今いいや、うん、こんなとこにいるはずないしね、えそう思わない、イブ、 BGM が早くなってきた、あ、本当だ、イブ心配してんのかな、うん、あー、もう尊いな、うんうん、おー、おー、バッチン、やるときはやるね、イブちゃん、名前呼ぼうか、優しく、え、イブ、あれ、私、え、イブなんでここにいるの、うんうん、嘘、状況がつかめないんだけど、私たち何してたんだっけ、ちょっと、イブ？いやあ、尊さの極み、なんか、よくわかんないけど心配かけちゃったみたいね、ごめん、イブ、あ、尊さの極み、よかった、かわいい、よかった、かわいい、かわいい、さて、それじゃあ先に行きましょうか、かわいすぎると言いたいところなんだけど、なんか私記憶が混乱してて何してたのか思い出せないのよ、うん、別にもう思い出さなくてもいいんじゃない、こうやって合流できたんだし、そうか、メアリーのことも忘れてんのかな、あー、そっか、うん、本というか絵画というか、うん、絵画だってことをね、忘れてるのかな、うん、それはそうなんだけど、なんか大事なことを忘れてる気がするのよね、うん、なんだったかしら、とにかく行こうよ、上の階に階段も見つけたし、うん、メアリーは自分が絵画って分かってんのかな、それでギャリーに気づかれたくないからちょっと、うん、そういう話はやめとこうみたいかな、どうなんだろう、いやー、うん、落とし入れようとしてるとか、あー、まさかのメアリー黒幕説ね、うん、うん、そうね、それじゃあもう一頑張りしましょ、うん、あー、でも3人合流できたね、うんうんうん、あそこ成功してたらどうなってたんだろうね、成功するルートってあんのかな、あれ多分あるはず、あるはず、あったはず、確か、うんうん、全然覚えてないけどあれ成功できるの、できるよ、多分これどうすんだ、上に行くのかな、違うか、行ってないよ、行ってないよ、そこか、あ、そうだ、ほら邪魔でどかせなかったところが何だい、なんだあれ、ん、
メアリー、なんか落としたわよ。え？あれ、このバラ。作り物？触らないで。え、メアリー、あんた何持って？何持ってんの？パレットナイフじゃない？あー、返してよ。な、ちょっとメアリー。おいおい、触らないでよ、私のバラ。ちょっと、危ないってば。あら。メアリー、そっか、やっぱり。イブ、聞いて。思い出したのかな。私、思い出したわ。メアリーの肖像画がゲルテナの作品集に載ってたの。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃない。あの追いかけてきた絵の女とかと同じゲルテナの作品の一つなんだと思う。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど、一緒にいると危険だわ。残念だけど、急いでここから離れましょう。あれを拾った方がいいかな。え、メアリーと、え、この後敵になっちゃうのかな。メアリーのバラが落ちてる。このバラ、本物に見えるけど造花だわ。はあ、びっくりとも動かない、怖い怖い、闇落ちするぞメアリーが。あの時のギャリーさんみたいに、ここか、ここか、オッケー。おい、この階段で下に行けそうね。よし、ちょっとイブ離れてて。こういうところ好きよ。男よ。はあ、ここに来てどれだけ赤道を動かしたかしら。動かしたの間違えた。ここに来てどれだけ石像をずらしたのかしら。まあいいわ、それじゃ行きましょう。行こうぜ。おお、なんだ、なんだ。うわー、あれに当たってダメなのか。あー、しかねえ。すごい。何？クレヨン。何？何この絵、不気味な感じ。セーブしたいな。うん、戻りたい。いや、セーブしたいな。なんかこれ絵本の中みたいね。うん、あれに当たっちゃダメだよ。うわー、危ねー、危ねー。何ここ。なんか随分と雰囲気が変わったわね。なんか面白い。まあ用心するに越したことはないわ。行きましょうイブ。なんか変なとこに来たけど、セーブが欲しい。セーブポイントが欲しい。そこ入れるの。セーブポイントがない。はい、ちょっとセーブさせてほしい、ね、セーブさせてほしい。あー、ちょっとここなんか書いてんのかな。書いてある、掲示板みたいな。ここがセーブポイントだったしね。掲示板、はい。あー、知ってた。あー、あったセーブポイント。あー、いい感じの時間かな。そうするか。そうだね。ということで、次からこのなんか不気味な絵本の世界から始めます。おつぴよでーす。